ここに常陸宮殿下、同妃殿下のご大輪を仰ぎまして、第26回高松宮殿下記念世界文化賞の授賞式が盛大に開催されますことは、誠に近海の至りであります。今年も素晴らしい受賞者の皆様をご紹介することができまして、推薦にあたりましたアジア委員会の国際顧問としても大きな喜びであります。特に今年は日本文化に造詣の深い方々が多いとお聞きいたして、日本人として意を強くするところであります。絵画部門のマルシャル・レイズさんは、清少納言の枕の草子、永井荷風の隅田川、夏目漱石の心を読んでおられるそうであります。また、彫刻部門のジュセッペ・ベノーさんは、350年前に日本全国を回りながら、木の仏像を彫った円空と共通点があると言われております。感心するとともに、それぞれの作品に取り組む姿勢に強い感銘を受けた次第であります。建築部門のスティーブン・ホールさんは、龍安寺が好きで、福岡の集合住宅には、わびさびのコンセプトが生かされているそうであります。音楽部門のアルボ・ベルトさんは、かつてご自身の曲の解説書に、芭蕉の句を引用しておられます。演劇映像部門のアソルフ・ガードさんも、茶の湯や奥の細道を愛読しておられるそうであります。また、若手芸術家奨励団体の人数財団は、香川県直島の美術プロジェクトをお手本にしておられます。受賞者の皆さんは日本文化をこよなく愛されていますが、異文化に触発されながらも、それを自らの芸術へと見事に昇華しておられます。作品は独自の個性に貫かれ、かつ人間性と普遍性にあふれており、芸術文化の素晴らしさを訴えておられます。そして皆様の功績をたたえ、受賞者の喜びを分かち合い、さらなる芸術文化の発展を願うことは、推薦に携わった者としてこの上ない喜びであります。私は世界文化賞の発足当初から関わってまいりましたが、この賞も回を重ね、芸術における世界的栄誉と称されるほどに発展し、誠に感慨深いものがあります。私どもは今後も芸術文化の一層の振興に努めてまいりたいと思います。改めて皆様方のご支援をお願い申し上げる次第でございます。本日は誠にありがとうございました。ありがとうございました。